はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ジョジョフェス SSR 的中率超グレードアップ 7+2 回ですね。ガシャ1から5セット目 SSR に1枚以上確定、こちらの方がやってまいりましたので、早速引いてみようと思います。昨日からね始まったんですけど、まだ引いておりません。今日ですね、11月22日の15時ですね、未だに引いておりません。そして狙うべきは虹村兄弟なんでしょうけど、やはり期間中ということで源太郎ですね。こちらを狙っていきたいと思います。虹村兄弟ね、こっちも狙っていきたいんですが、源太郎が出た時点で、すぐに即時撤退という風にさせていただきます。他のも狙いたいんですけどね、他のは超降臨でも出る可能性はあるので、源太郎ですね、こちらを狙っていきたいと思います。もう説明はねもうしなくても大丈夫だと思いますので、もうとにかく源太郎狙っていきます。では1回目1セット目参ります。さあ泡の色は何色だ。さあどこどこで稲妻走っているが、スイザー。さあ2枚目、どこ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 、ダービー。さあ3枚目、ドラララララ、稲妻走っているが、金田一。さあどこ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 、4枚目はスピードワゴン。さあ5枚目、ドラララララアイルファッツ。さあ6枚目、さあそろそろ出てきてもえんやで、出てこない、ワイヤードベック。さあ7枚目、これ来たか、奥安。8枚目ターマミー、ということは最後は1枚のみということですね。演出は十分。ロハン先生いきなり出てきた、大当たりありがとうございます。いきなりロハン先生が出てきました、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、1セット目はニューキャラクターがやってまいりました、ありがとうございました。さあワン、壁直しは1枚のみ、これは収め。あとマーダー、いや 1セット目は1枚のみ。お、奥安、今アビカンかな、アビリティ上がったっていうことは、まああまり気にしてなかったんですけどね、まあどっちでもいいでしょう。さっさと2セット目参ります。さあ泡の色は何色だ、どうなっている。さあどこどこで稲妻走るが、こいちくん。さあ2枚目、ドラララ稲妻走ってこい、レッツミー。3枚目、ドラララ稲妻走って、これはアブートゥル、危ない。4枚目、どこどこどこ、さすがにこれは来ない、ワンセン。さあ5枚目、稲妻走っているが、なんじゃろう。さあ6枚目、そろそろ来ても1枚はえんやね、ネズミ。7枚目、どうだ、そろそろ1枚ぐらいは欲しいところ、ジョギンギン。8枚目はドラララララでカットインが、おっと、イノズボジョナゴン、2枚確定、やったー、やりました、2枚確定しております。イナズマ走る、ジョナフォード、ありがとうございます。それよりも源太郎欲しかった。さあ2枚、ありがとうございます。ジョナサンが絡んでおりました。
さあ上野師匠ワンツースリー2枚は確定。さあどこどこどん、これは寂しい。ヘニーズイー、さあドラララララ、これもバニラアイス。お3枚目、しかしズームおじさん3枚、いいでしょう、ありがとうございます。悪くはない、悪くはないといった感じです。悪くはないのですがどうなんでしょう。プラス3、まだまだ育つ価値はあります。いやー、そして問題はジョナボンがアビリティが、これは上がってないような感じですね。ちょっとジョナボン調べさせていただきます。演出すっ飛ばしはどうにかしてほしいんですかね。さあこれで、ジョナゴンがプラス8でどうだ、プラス9、頭いい。そしてスマッシュがプラス3、ありがとうございます。アビリティも上がっておりました。こっちじゃないね、こっちですね。さあ気分が良くなりました。3セット目このままいきましょう。では参ります。さあ3セット目はどうなるか。さあタワンの色は、そして稲妻は走るのか。さあドラララララでストロハイ。さあどこどこの2枚目、ほほう、3枚目ドラララララララ、ワンチェン、4枚目どうだ、稲妻走って、しかし金止まり。5枚目は、これはキシジョスケ。6枚目ドラララララネコクタ。さあドラララ8、7枚目ですね、辻アイア。8枚目は来ないと、1枚のみですね、スイーザー。さあ最後ラスト、さあどうだ、ロハン、ありがたいけどちょっと違う。ロハン先生1枚でよかったんじゃないでしょうか。さあどこ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 、期待は持てず、ジョセフ・ジョースター。いやロハン先生強化されるのはありがたいんですけどね、強化してくれるのはありがたいですが、今ではなかったような気がする。しかしさほど古いのが来ないのでありがたいですね。では4セット目ですね、参ります。さあ4セット目、今度こそ来てください。源太郎、泡の色はどうだ、どこ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 、抜けサーク。さあ2枚目、ダーミー、回っておりません。こちらはどこどこどこどセペリーですね、アールセペリー。さあどこどこ稲妻走っているが、ガーミー。さあ5枚目、ドラダラララララ、おっといいし。さあ6枚目はどうだ、クンガミ3枚出てきております。プラス1で出てきてくださいよ。さあジョナスさん8枚目、厳しい。さあラスト9枚目、どこどこどこ稲妻走ってカットインはいいぞ。違うぞお前、4太郎、源太郎が欲しかった、傷ついた方が欲しかったな。ワンツースリー、さあドラロロ、おっと稲妻来い来い、どうだ、入りよ、フシューですね、入りよか。いやいいんですけどね、いやなんか違うな、違いますね。興奮が上がりました、3枚あってですからね。
ょっとどうなんでしょう。お、上がりました。これも頭がいい。さあ、四太郎は強くなってくれるのはありがたいんですが、四太郎違いですね。太郎違いでした。お、アイリオも頭がいいですね。でも来てほしいのは源太郎、源太郎です。さあ最後ですね、最後のセット参ります。さあ泡の色は何色だ。稲妻は走っているのかどうなのか。どこどこどこ、ジョセフ。さあ、これはつらい。スピードワゴン3枚目、稲妻走っているが金止まり。ネズミ4枚目、ドラララララ、来た、どうだ。荒ぶっております。ジョナさんは荒ぶっております。シュトロハイ、お、稲妻3枚は確定。やった、来ました、やりました、最後の最後で来た、やった、ありがとうございます、ありがとうございます。源太郎来ました、ありがとうございました。そしてまだまだ続く猫草。さあ何枚かもう忘れちゃいました、シーザーですね。8枚目ぐらいかな、いやこれがラストだ。バーガメ、俺がジェイカ言った。いやー、3枚荒ぶりました、ありがとうございます。いやー、源太郎ゲット、ありがとうございました。ワン、まあしょうがないですね、これで金はしかないですね、金しかないですね。あー、なんか一気になんか抜けました、いい具合に、いい具合に取れてました、ありがとうございました。皆さんにとっては飯末動画となってしまいましたが、最後の優秀ビンゴ美を飾れてよかったです、ありがとうございます。いやー、一時期はどうなるかと思いました、本当にどうなるかと思いました。そしてシーザー今頃集めております。でも三木高は修正されます。そして私はアビカンしておりません、三木高、残念すぎる。ね、やる前から分かってるでしょ運営さんっていう感じなんですけれども、まあ源太郎当てたということでよしといたしましょう。はい、ということでね、一応ユニットボックスを見させていただいてですね、ロハン先生、じゃんけんロハン先生も来ました、源太郎が来ました、ありがとうございます。いや、かっこいい、いや本当に当てることができてよかったです、ありがとうございました。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバ対